非常にサンドイッチのようにですね、ゴムを2枚の電極で挟んだ手頃にすぐ後になっている。この2つの電極に電圧をかけますと、プラスとマイナスの電気がたまります。するとプラスとマイナスの電気が引き合ってゴムが潰されて縮む、こういう動きになっています。ゴムが潰されて縮むんですね。そういえばインラボにはもう一つの機能があるんですよね。はい、こちらですね、押されたり引き出されたりして、これで準備が完了です。電極に蓄えられる電気の量が変わります。この性質を利用して窓から圧力が測ることができるセンサーとしても使うことができます。こういったゴムですので柔らかいですね、薄く軽いということが特徴になっておりますね。まあよく身の回りをさまざまなものにつけて使うこともできます。コーヒーの実成分がより強くなりやすくなります。少し触れただけでも敏感に反応しているのがお分かりでしょうか。一方で柔らかくて軽いこのインラバセンサを靴のインソールにつけたのがこちらですね。これは履いて歩くと一体どんなことができるんですか？はい、私たちはですね、このインラバーのセンサーを使ってですね、手前の地図を伸ばすということに今行っております。今こちら名古屋大学からのスイーツというセンターで共同で進めているんですけれども、これによって歩行姿勢のデータを取得、解析することでですね、老化などによる足腰の異常を早期に発見することを目指しています。これによって一人でも多くの方の健康維持のためにやってお役に立ちたいと考えております。でも薄くて軽いから靴だけでなくて身の回りにいろいろなものについて使うことができるんですよね。さあ一方でですね、こちら皆様ご覧ください。こちらバリスタロボです。お、ケトルを上手に掴んでますね。こちらのバリスタロボは通常のロボットではないものの柔らかい動きを感じ取る触覚を持っているんです。私たち人間も触覚があるから柔らかいものやいろいろな形のものを掴んだり落としたりしないように上手に力を加減しながら持つことができるんですよね。はい、こちらはですね、ロボットシステムを設計しておりますので、キュービットロボティクス様と連携して開発しているものです。はい、今回のデモのように、商品を売るだけではなくて、例えば数字など柔らかいものを特殊な形を使うことができます。このようにですね、従来人がやっていた作業をですね、代替してくれる実用的なロボットを進化させることによって、今、人手不足で結構社会課題になっておりますので、そういった解決に少しでも貢献できればと考えております。そうなんですね。はい、それでは続いてはですね、実際にこの e ラバーを私が身につけてみて、近未来のデバイス体験を皆さんにレポートしていきたいと思います。さあ、準備をですね、ただいましていただいておりますが、整ってまいりましたでしょうか。本当にね、楽しい実験なので、皆様ご覧いただければと思います。では、こちらに映像が映ってまいります。さあ、私参りますね。なんとですね、物を触った食感を、この e ラバーで遠くに送ることができるんです。